さて、夏休みも残りわずかとなりました。自由研究のヒントを探す多くの小学生が仙台市科学館を訪れています。仙台市科学館では6月下旬から自由研究ハウトゥー展が開かれています。会場には昆虫採集や科学工作に必要な道具に加え、液体の性質を調べる実験の解説パネルなどが展示されています。また自由研究の進め方をまとめた資料が無料で配布されています。こちらは常設コーナーチャレンジラボです。科学の不思議や自然界の仕組みについて教員免許を持った職員やボランティアスタッフが分かりやすく教えてくれます。起き上がりこぼしの製作体験です。直径2センチの発泡スチロール製の玉に金属を埋め込みます。埋め込む深さによって起き上がり方が変わってきます。重心について遊び感覚で学んでもらうことが狙いです。今日やったのを自由研究でやってみようと思いました。いろんな展示物を見ていただいて、理科ですかね、科学をこう楽しんでいただくっていうところからスタートしていただいて、そこからこうなんでだろうっていうところを掘り下げていくとですね、研究も楽しくなっていくのではないかと思っております。仙台市科学館では疑問に感じることがあったら遠慮なく尋ねてほしいと話しています。